六号艇川上武選手です。よろしくお願いします。はい、ますさあ、まずはここまで戦ってこられて、船足の仕上がりから教えていただけますか。仕上がりとしては、そうですね。伸びは普通ぐらいで、出足に関しては、あの乗り心地を含め。納得はしてます。はい。はいはい さあ優勝戦に向けての作業なんですが何かイメージはありますか、うん、もうプロペラだけでいいかなと思ってるんですけど、うん、明日の気候に合わせてあの調整したいと思いますわかりましたさあ、スースは6号艇でのレースとなりましたがコース取りレースイメージはいかがでしょうか、うん、そうですねもうあの6コースから <laughs> あのちょっと伸びがそんなに突出して良くないので前付き行っても、うん、あの多分良くないと思うので6コースからしっかり展開を捉える足を作りたいと思いますわ、はい、かりました、はい さあ今節スタートに関してなんですが見え方ご自身との監督の比較はいかがでしょうか。あ,あの見え方と感は合ってます。ちょっと一本持ちなので、うんはい、あのめちゃくちゃ早いのはいけてないですけど、うん、10ぐらいだったらあの自信持っていけるので明日も、うん、あの6コースから10ぐらいは狙っていきたいかなと思います。わ、はい、かりました。はい、さあそれでは最後にファンの方に向けて一言お願いいたします。はいえっ、ー、と明日まああの風が強そうなんでねあのなんか展開があればつきたいと思います。応援よろしくお願いします。